はい、皆さんこんにちは。格闘技評論家の元気なおじいです。さあ今回の話題はね、こちらです。井上尚弥超ピンチ、タパレスが絶好調、もう思いっきり絞ってきたね。もう話題騒然です。井上尚弥の勝ち目は 1% あるのかね。すごいことになってきたぞこれはね。はい、そんなわけで、タパレスね、日本国民はみんな鍋でかかってるね。一発あるんだぞ本当に。まあかなり絞れてるので、とにかくこれだけ絞ったらもうフットワークが軽くなってるしね、とにかくもう腹筋もバキバキになってるね。サッサッサッと井上尚弥のパンチをね、スッてこう避ける、避けて蝶のように舞い、蜂のように刺すね。このタパレスの一撃が井上尚弥を倒すことになると思います、ね、やばいね本当。はい、そんな中ね、視聴者様からのコメントを紹介したいと思います、ね。トルクレンチさんからいただきました、うん、おじだから井上尚弥が過去の試合で試合中に油断した試合などないので安心しています。今まで油断したことがないから、これからも絶対に油断したいとはなぜ言い切れる、ね、知らない、あのラモスの宣伝、神様、ね、自信はなんで長津波してくるんですか、分かんない、ね、ラモスの神様だって未来のことは分かんないって言ってるんだよ。なのにね、井上尚弥が今まで油断したことがないから、これからもね、油断したいとは限らない、ね、何があるか分からないんだ本当、ね。ただ井上はパンチ力がありすぎるので、タパとの試合で拳だけは痛めないでほしいですね。まあ当たらないで、あの空振りばっかこれのお互い勝負だと思うから、この空振りをした時のここだよね、ここ脱臼しないように。本当それを考えると、やっぱ逆に自分を痛めるよってことになるんだよ。いろんな格闘技でだって、空振りのまんま十何ラウンドで判定になってる試合も行くせることあるわけだからね。そこだけです。おじいは井上尚弥を舐めすぎてます。いや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 、トルクレイジさんをはじめ日本国民はタパレスを舐めすぎてます、ね、タパが負けたらおじいは坊主頭という噂ですよ。このおじい坊主頭を求めてるのね、このおじい。じゃあタパレスが勝ったら、じゃあ何、コメントした全員坊主頭をちゃんとアップロードするのね。おじい申し訳ありませんでしたっつって頭丸めてちゃんとアップするので、まあじゃあね、トルクレンチさんのリクエストがあるんでね、はい、先に前払いでね、こんなもんでいいかいね。はい、そんなわけでね、見ていきましょう。井上尚弥戦まで13日、宿敵タパレスが絞れてる、しかし痩せたな、最新映像で日本人の反応、ほら見ろ、ね、タパレスの最新映像を見たらもうみんな衝撃的でビビってんだ本当。井上尚弥大丈夫かな、ね、もう こんな感じだよ、ね。強烈ミット打ち披露、ここに強烈って書いてある、強烈。ボクシングの WBC&WBO 世界スーパーバンタム級第2団体統一王者の井上尚弥は26日に東京、ね、有明アリーナで WBA&IBF 世界同級2団体統一王者のマーロン・タパレス、ね、フィリピンと4団体統一戦を行う、ね。なんて読むの米国大手トップランク社はテキシに乗り込むタパレスの最新トレーニング映像を公開、ね、海外ファンからは勝ちチャンスは 1% しかないぞと厳しい声も寄せられている、ね、みんな舐めてるんだよタパレスを、ね。
決戦まであと13日、上半身裸で短パン姿のタパレスはリング上でシュッシュッと声を出しながらシャドーボクシングを披露した、ね、かなり絶好調なものをね、世界に見せたわけです。さあこれを見ている皆さんね、ここで動体視力検査、タパレスは何色？さあこれに答えよう、ね、いくよ、3、2、1、ドーン。はい、タパレス何いた、ね、はい、何いた、分かった、ね、正直に。はい、そんなわけでね、とにかくタパレスの情報がね、最新のシャドウが出てきたということで、いや、かなり絞ってきたなっつってね、そこのところで改めてそう思った人もいると思うけれどもね、だから井上尚弥のね、あのエクション見たりとかね、一緒に見てわーって盛り上がってても、相手のことも知れよってことなんだよ、でしょ、ね。まあ、とにかくこの今の雰囲気は非常に悪い雰囲気を作ってる、ね、でこれって、まあ、今回は井上尚弥がもう負けるね、これはね、タパレスがおじいは完全に有利だなと見ています。それを日本国民がそのように持っていってるからです、ね、下手すると柴田とやってね、井上尚弥 VS 柴田でうっかり柴田が勝っちゃうかもしれない、ね、これも本当皆さんのもう国民の雰囲気の作り方一個でそうなるんだよ、ね、井上尚弥が油断したことがない、ね、油断したやつほど柴田みたいなのでやると意外と引っかかるんだよ、ね、うん、そんなもんで、ね、まあ、井上尚弥は超ピンチ、ね、新しいタパレスの映像が、ね、公開したところによってうわかなり来たなって感じで、もう今までの情報を見るとね、このタパレスのね、まあああだこうだってみんな舐めてかかってるけども、日本人が舐めてかかってる間にタパレスはものすごく絞って絞って絞ってね、もうかなり強くなっている、もう日本人の皆さんが知っているタパレスではない、さらにパワーアップしているタパレスだ、過去のタパレスではない、だからおじいが言ってるのはそこなんだよ、ね、で皆さんの口から出てくるのはこれね、このこうやってね、過去の試合値って大体視聴者の皆さんは過去の試合だ、今までこうだったからね、この今までのこうだったからの井上尚弥から分析しかしてないね。でもタパレスは、今のタパレスは進化しているね、皆さんが分析している時のタパレスとは違うね。だからね、本当にどっちがどっちね、わからない勝負の中にこういう雰囲気でいくと、かなり井上尚弥がピンチな状況にあるなと思います、ね、で本当にね、油断はしてなくてもプレッシャーっていうものは絶対にあるし、ね、で倒さなきゃっていう気持ちもあるし、ね、まあ、それは双方あるかもしれないけども、タパレスの方が絶対有利なんだよ。だってお前に勝ち目 1% もないじゃんみたいな感じで言われてるから、だって追っかけてる方がね強いんだよ。追っかけられてる方って大変なんだよ、ものすごく。追っかける方はもう闇雲にもガン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 ね、もうチャレンジする勢いでガンガン行くから、ね、逆にそうやって言われてると、なんかもう勝たな、勝って当たり前ね、勝たなきゃまずいみたいな、そういう雰囲気も作り出されてるしね、井上尚弥がねかなりポカすると思うよ、本当ね、大どんでん返しだと思うよね。はい、そんなわけでね、はい、トルクレンジさんね、はい、トルクレイさんね、負けてねえけどもね、はい、トルクレイさんね、喜んでいただけましたかね。はい、そんなわけでね、井上尚弥超ピンチ、タパレス絶好調のお話でございました。短いけども終わります。じゃあね、バイバイ。